ライブが終わった後、なんて褒められるのが好きですかいや、分からん。別に褒められるためにやってんじゃうしな。でも実際、そういうのはミュージシャンとかアーティストをダメにすると思うわ。ちょっと褒められるやろうわ、俺マジすげえってなんねん。そうなったら、太ってもうて自分を見失ってな。ほんまに自分が持ってる才能っちゅうのを忘れてまうねそれは興味深い問題ですね。 例えば、現在スーパースターであるジャニス・ジョプリンはどうなんでしょうね。スーパースターええ、そうですね。彼女は確かに、私的にはスーパースターです。俺はスーパーチキンやそれは忘れんとって。忘れません。